こ,んにちはこの YouTube チャンネルで新しいシリーズを出したいと思います。このシリーズはフランス語の表現,表現を紹介するシリーズです。表現はどうして大事かと言いますと考えなくても言わなければならないことです。たまに文法も必要となりますが あのその時はその時に応じてあのフランス語の文法を紹介したいと思いますけれども謝る時は「デゾレ」悲しい時は「ジュ s u i ィ t r i s そういうですねあの考えなくても言えるようなあの表現を紹介したいと思います。第一の紹介は挨拶ですね、えー、二つの挨拶まずあの丁寧な挨拶そして砕けた挨拶を紹介したいと思います。 はい、1週間に2つのビデオを出したいと思います。時によってそれができないかもしれない。特に今はチャレンジをやっていますので、そう30日間のフロントをチャレンジをやってますので、まあ、少しビデオをえつく時間があのなくなっていますが、それが終わりましたら、まあできればあの1週間に2つのビデオをやりたいと思います。 はい。フランスはです。あなたのフランス語の講師。札幌市またはネットでフランス語を勉強したいのであれば、僕のウェブサイトを見てください。あと、フランス語を勉強したいのであればあの、登録をしてみてください。はい。まず初級、入門初級のすべての表現を紹介したいと思います。その後は考えたいと思います。はい。それでは、行きましょう。 はい、挨拶ですね。まあみんなが分かっていると思いますけれども、Bonjour。こんにちは。おはようございます。こんにちは。ボンジューは。はい、で相手に、ボンジューを言っていただいて、いいですね。朝でも、あの午後でも、Bonjour ですね。で相手が同じことを言うんですね。ボンジュー。はい、それでは続きました Bonjour、ね。 Bonjour で、このビデオであの会話がありますので、会話があの分かりやすくあの練習できるように2つの色をつけたいと思います。青と黒ですね。A と B。Bonjour, bon「bonjour bonjour で、あと相手の調子聞きたいですね。その時は、comment? Comment「コモン」。comment allez-vous コどうも、どうも、vous? と聞いてもらって。で、uh,、それが、「舌」。感謝の気持ちをつけますね。「merci」。「merci」。「merci」。「je vais bien」。で、相手のことを聞かなければならないので、「je vais bien」。 え、et vous? Merci, je vais bien, et vous? っ訳しますと、merci, ありがとうございます。Je, 私は vais bien, 元気です。え、vous, あなたは Merci, je vais bien, et vous? 上がるところがありまして、日本語と違いますので、上がるところがす 違いますので、merci で上がって、je vais bien で上がって、et vous で上がります。上がります。まあ、どちらでもいいですね。et vous でもいいし、でももっと元気よくあの伝えたいんあれば、上がった方がいいですね。じゃあ、今回、元気よくで言いましょう。merci、je vais bien, et vous? はい。 で答えがそうですね答えなければならないのであそうですね「je vais, je vais bien」はいちょっと待ってくださいね「je vais bien」はいで日本と違って3つのあのー、ことを言わなければならないですけれども元お元気ですか元気ですあなたはで私は元気です私も元気です 今回はもう紹介しませんけれども文法のところでは紹介します。いいですね。じゃあ繰り返しましょう。ゆっくりと。まず僕は青い,青い人になっていますのであの黒い役をやってください。Bonjour! 同じことですね。コメント、allez-vous? Merci. Je vais bien. Et vous? Je vais bien. これで終わります。でもちろんあの表現のことはみんな教科書の中ではあの挨拶から始まりますからあのでもそれで終わらないですねたくさんの覚えないといけない表現があります。悲しい時嬉しいい 困ってる時その時にどういう言葉をどういう文を使ってるかということをこのビデオで紹介したいと思いますなのでフランス語の勉強をしたいんあればあの登録をしてみてくださいあとリンクライクしますとあの頑張る気になりますのでぜひやってみてください Like をくださいそれでは Au revoir